はい、まずは足に力を入れてバーを浮かせます。ここから膝を後ろ、はい、皆さんこんにちは。パーソナルトレーナーの村上太一です。本日は初心者向けの、デッドリフトのやり方の紹介をしたいと思います。デッドリフトは高重力筋って言われる体の裏側の筋肉を主に刺激するようなトレーニングになってます。なのでハムストリングスとか大臀筋とか脊柱起立筋群とかこの辺りを、鍛えるようなトレーニングになるんですね。で、あとは、広背筋とか僧帽筋とか大円筋とかそのあたりも、刺激することができます。なので例えば、ハムストリングスに効かせたいのか、あとは脊柱起立筋群に効かせたいのかっていうところで、微妙に、フォームが異なってくるんですよね。なので、今日はまあ初心者向けということで全身に、バランスよく、負荷を与えるような基本のデッドリフトを、紹介したいと思いますので、ぜひご覧ください。それでは行ってみましょう。はい、それではデッドリフトを説明していきたいと思います。まずは足ですね。足は腰幅よりちょっと広め、つま先は正面かやや外側を向けるようにしましょう。で、ここで1点注意点ですが、デッドリフトをやってる最中は主にかかとに重心が乗るように心がけてください。はい、で、ここでバーを握っていきたいんですが、はい、肩幅より少し広め、この辺りで、バーを握っていきます。で、握り方には、いくつか種類があるんですが、通常は、親指もすべて握ったオーバーグリップ、こういうグリップで、握るのが一般的です。それから指を引っ掛けるように持つサムレスグリップ、親指が、上に来ているグリップもあります。それから高重量を扱う時によく使う、オルタネートグリップ、左と右がね、順手と逆手になっているグリップです。これがオルタネートグリップ、これは高重量の時によく使われます。今回はね、初心者向け、軽いデッドリフトなので、オーバーグリップ、親指もしっかり巻き込んで、握ってるグリップでやりたいと思います。では、分かりやすいようにやや横向きでやっていきたいと思います。まず大事なのは、先ほども言いました、動作中は必ずかかとの方に、重心が来るようにしてください。で、ここからしゃがんで握っていくんですが、極力膝は前に出ないようにしてください。このままお尻をぐーっと引いていって、すねが地面と垂直になっているような状態で握ります。はい、このようなイメージですね。膝が前に出てしまうのは NG です。それから腰がこう丸まってしまうのも NG ですね。しっかり胸を張って、かかとに重心を乗せて、地面とすねがほぼ垂直になっている状態から持ち上げます。はい、まずは足に力を入れてバーを浮かせます。ここから膝を後ろ、腰を前に出していくようにしながら体を一直線にしていきます。そして最後は胸を張って肩甲骨を寄せます。もう一度行ってみましょう。下からスタート、すねは地面と垂直、かかとに重心を乗せます。このまま、まずは足に力を入れてちょっと浮かせます。膝を後ろ、股関節を前に出してきて一直線、そこから肩甲骨を寄せます。はい、こんな動きですね。で、戻る時なんですが、同じ軌道を必ず通って戻ります。肩甲骨を戻す、はい、お尻を引きながら、すねが一直線になるようにしながら戻ってきます。はい、こんなイメージですね。はい、呼吸についてなんですが、呼吸は上げている最中は止めましょう。で、上げ切ったところで吐きます。吸って止める、ここで吐く、こんなイメージです。で、肩甲骨についてなんですが、しっかり寄せないと猫背になってしまいます。体一直線にした後に胸をしっかり張って肩甲骨も寄せていきましょう。こうすることで、体の裏面全てを鍛えることができます。はい、いかがでしょうか。簡単にね、下から持ち上げるだけのようで、かなりフォームはね難しいと思います。
で、腰が丸まっちゃったり背中が丸まっちゃったりする人は、可動域をね狭めてやる必要があるので、下から上まで全て持ち上げるのは無理せず、行うように、してください。あとはね、重さを調整しながらやってあげるといいかなと思います。今日は、約20キロ弱ぐらいなんですけれども、かなり軽い重量ですね。なので、まあ、初心者の方は、10キロとか20キロとかその辺から挑戦してみるといいんじゃないかなと思います。はい、デッドリフトいかがでしたでしょうか。体の硬い人とかね、ハムストリングスとかの、筋力が弱い人は、結構ね下まで下げるとねフォームが乱れてしまうっていう方も非常に多いと思います。そういう方はね、トップサイドデッドリフトっていう、体の硬い人でもね、できるデッドリフトがあるので、それもまあ機会があったら、紹介したいと思いますので、お待ちいただければと思います。腰痛い人とか、体が硬くて痛い人は、まあ、無理してやらないように、いける範囲で動いていただくといいのかなと思います。今日はあくまで、ね、初心者向けのデッドリフトということで、基本のフォーム、ご紹介させていただきました。参考にしていただければと思います。はい、こちらの私のメインチャンネルとそれ以外にも2つチャンネルがあります。それから各 SNS のリンクも動画概要欄に貼ってありますので、ぜひチェックよろしくお願いします。本日もご視聴ありがとうございました。